これやってくれてる。あれ、こう、あ、これ撮れてるね。あ、あ、撮り直しましょう。ちょっと待って、いい、大丈夫、大丈夫。ここね。はい、あ、もう映ってるけど。はい、こんにちは、佐々吉です。こんにちは、はい、こんにちは、ゴリラです。はい、ゴリラさんもいます。で、今日は代々木公園に来ていて、この間もあきとくんとね、コラボ動画したんですけれども、また、またっていうか、あの、東京来るっていうんで、うん、東京来んのっていう話になって、また会ってね、ちょっと話、 お昼食べて、よかったら動画でも撮ろうかっていう話をして、今日実現しました。で、表参道で待ち合わせをして、クレヨンハウスのオーガニックランチを3人で食べてきました。で、ゴリラさんとは初対面なんでね、で、年齢も近いしね、ご近所さんっていう感じで、とても嬉しいなと思って、あ、仲間が増えたなと思って、うん、3人でもう、あれかな、1時間ぐらい、1時間半ぐらいかな、いろいろ話をして、楽しいお昼を過ごしました。うん、ゴリラさんは、僕がこの間まで入院、2週間ぐらい前まで入院してたんですけど、その時に、同じタイミングに入院されてた方です。で、僕の動画にちょいちょい出てくださってて、3本ぐらい、3、4本かな、出てくださってて、で、本当にね、アトピーさんに治ってほしいなっていう気持ちがすごい方で、あの、僕の撮影協力に、僕のチャンネルの撮影協力もしてくださった方です。はい、ありがとう。今退院してどのくらいなんでしたっけ。1ヶ月と、10日ぐらいですね。はい、で、肌は現状維持っていうか、退院した時の。そうですね、1回退院した時は少し悪化したんですけど、あの、またこう徐々に、回復してっていう感じなんで、ね。はい、で、毎日続けてることが。そうですね、運動はやっぱり、あの、続けて、朝走るように。すごい。どのくらい走ってるんでしたっけ。キロぐらい。すごいよね。10キロ走るって大変なことだよね。でも毎日やってるとやっぱり違います、肌と感じとか。やっぱ違いますね。あと精神的にも違うんじゃない。そうですね、ストレスとか、そういうの動いてね、発散にもなる。そうだよね。で、今日もね、いつもこの間もそうだったんだけど、何撮るかってあんまり決めないで、あの、その場でね、いろいろ質問し合うっていう感じでやってるんだけど、今日私はね、あきとくんに、あの、聞きたいなと思ったのは、やっぱりアトピーさんって、あの、どうしても痒い時ってあると思うんですよ。っていうか、もうほぼ痒いから、だから人によってその痒みのこう、痒い時の工夫っていうのは人それぞれだと思っていて、あきとくんはどんな風にね、痒い時を乗り切ったのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思って、それをね、聞こうかなと思ったの。よかったら教えてくれる？そうですね、うん、初めもう家で痒すぎる時はほんまただただもだえて書きまくってただけやったんですけど、で、まあ、着替えようとしたりもして、でも着替える時に脱いだらまたその外気がバーって当たって、めちゃめちゃ痒くなって、結局かき潰してるっていうのが多かったんですけど、ある日気づいたのが、バスタオルかけてみたんですよ。かけて体に、もう全部脱いで、全部というか、まあ、上半身痒かったら上半身ガーッ脱いで、で、まあ、バスタオルでもタオルケットでもこう背中からこうかけて、できるだけもう密着させて、肌が外気に当たらんようにというか、風とかね、当たらんように、まあ、これは家とか限定やと思うんですけど、あの、こうやってもうただただこうやって密着させて寝るとか、あの、ね、この手を固めて、こうバスタオルこうして手固めて、でもこのまま動けんようにしてグーって握ったら、もうかけないじゃないですか、手使われへんから、で、その密着させてたら、その、まあ、僕がこの間入院してたね、阪南中央病院的には多分良くない保湿状態になってると思うんですね。やけど僕はもうその時に傷ガーってつけまくるよりかは、多少一瞬保湿して、ね、まあ、10分20分かな、これで落ち着くまでやって、多少の保湿になったとしても、その時気づいかん方がいいんちゃうかなっていう考えで、で、まあ、多少保湿になるんで、結構かゆみ自体は取れるんですよ。取れるというかなくなる。まあ、落ち着くまでに結構時間かかるんですけど、で、そのタイミングでもう次着替えたら、まあ、さっぱり、ね、着替えれるんで、僕はそれで猛烈な痒みは乗り切ってたかな。入院中も？
入院中は、肌がまだ真っ赤っかの時に、うん、運動して帰ってきて、まだ10月初っ端とかで暑かったんで、うん、もう帰ってきてもうダーって帰って、もう自分のとこ自分のとこ自分のあのベッドゾーンみたいな、うん、行って入ってもう全部脱いでよしみたいな、それで一息つくっていう感じ。そうですそうです。なって、うん、そのままベッドにボーンって倒れて、もう手ごとロック、うんうんうん、ロックして、うん、して、うん、もう動けなくするって感じ。なるほど、うん、それまあ落ち着くし、うん、そのまま寝落ちすることもちょいちょいありました。だからね、寝れる人と寝れるんだったらいいよね、うん、それはね。そうだから、ちょいちょい寝れてへん人とかは真似してくれたら、うん、寝れるかも、うん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 、まあ寝れるようにはね、もう徐々に段階踏んでたらなるんですけど、うんうん、その寝落ちでいいと思います。うん、だからその巻くことによる保湿はデメリットがあったとしても、うん、それをしないで書き壊すよりかは、うん、そういうふうに一時的に、うん、まあ、自分で選択して保湿をして、うんうんうん、その場を乗り切るってことをしてたっていうことかな、うん、そうですね、うん、もうその時血みどろになっちゃったらその日一日やる気なくなっちゃうんで。そうだよね、一日が潰れてしまうもんね。そうなんです、はい、もうアトピーさんは何度ね、そういうね、うん、もう一日もう今日はもうダメだみたいなね、うん、ことを本当みんな過ごしてると思うからね、うん、そっかそっか。ゴリラさんはどんな工夫っていうかある？自分は特にはしてないです。やっぱ走ることとか。そうですね、運動をして、うんうん、まあ、人にやったみたいな、そんな猛烈な痒みは今はあんまないってね、はい、痒みがあんまりないって言ってたからね。収まってきてるので、うん、やっぱりそれ走ってるのがやっぱり大きいのかもしれないね。でも走っててさ、汗が出てきた時にさ、これ見てる人も経験あると思うんだけど、あのなんか体から猛毒が出てきたみたいにめっちゃ痒くなる時ない？むずむず、ピリピリ、うん、それをなんか超えると、そこなのよそこなのよ、うん、あ、じゃあもう今その超えて楽になってきたような段階にいる。時々やっぱあちょっと痒いなと思うけど、うんうん、そのまま走ってると、うん、痒みがなくなってくるという。ああそのまま痒い、あ、来たなと思ったけど、そのまま走って書かないで走ってると、うん、あの戻ってきたらそんなに痒みが収まってるというか、うん、走ってる時に、うん、汗とともに書き出しの頃がちょっと痒くなってそうだね、走り始める時ね。そっかそっか、私もよく走ってた頃にもうめちゃくちゃ痒くなっちゃって、一回もタクシーで帰ったこととか、もう発狂しそうになって、もうあまりの痒さとこうなんかもう全身こう震えるぐらい痒くなってタクシー乗って帰ったりとか、そういうのしたけど、やっぱそこを抜けるとね、やっぱり運動っていうか自分の汗が抜けるまでの勇気がね、大変もう踏み出す勇気がそこが大変だから、僕はそれ入院しないとできんかったですね。だから入院したやつがこうやって言ってるって思ってくれたら、うん、あの多分 正解に近いと思うんですよ、うんうん、汗かけるようになったらやっぱり治っていくし、うんうん、ただその猛烈な痒みは来ると思います、うんうん、ピリピリちょっと痛いしみたいなはあると思います。私さっきあきとくんの話聞いてて、うん、あの私も結構密着させると痒みが収まるっていうのはすごいあって、うんうん、寝る時に体のこうなんていうの、下にこう手を、うん、置いてうつ伏せにして、うん、手をこうなんていうのかな、圧力でをそう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 いう風にして寝た、それでよくね、あの痒みをね乗り切って寝たりっていうのをしてたんで、うん、しびれてしびれて手がしびれてビビビーンってなるんだけど、うん、でも痒いよりかは全然いいから、うん、そういう風にしてね乗り切ってたりしたかなって思います。アトピーさんはね、他の多少の困りごとより痒みなくなる方がいいですからね。そう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 、それは絶対本当そう、ね、痒くなくなったらいろんなことできるし、うん、なんか本当自分にも優しくできるし、近くにいる人にも優しくできるし、うん、やっぱり痒い時ってね本当に大変だから、うん、こう自暴自棄になっちゃったりとか、うん、こうなんかね自分を傷つける方向にねなんか思考がいってしまいがちだけど、やっぱりこうその痒みを取る工夫みたいなね、うん、のやっぱやっぱりいいかなと思って、それに私は食事がねすごい重要かななんていうふうに思ってます。はい、なんかこうやってたまにいろんな人とねゴリラさんに入ってもらったんだよね。ゴリラさんでいいんだよね。
なんかね、もっといろんな人の話聞きたいなって思いながら今話聞いてたかな。はい、でこの間あきとくんのチャンネルを見てくれてた人がすごい私のところに登録してくれたんです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当に僕もね、そうどうぞ飛んでって全員登録しって言ってかなりしてくれたっすよね。そうすごいびっくりして、逆にあきとくんのところにね、なんか私の見てくれてる人が行かなかったから、どうしようと思ったんだけど、はいはい、さっき聞いたらね、行ってくれた人もいるっていうんで、よかったなっていうふうに思ってます。来てくれました。20人ぐらい来てくれたね、ありがとう。だからまたあきとくんなんかこれからなんかすごいのあげるってね、そうでもすごいのあげた日にはこれはもうすでにアップされてるっす。そうかそうか、僕のね経過観察動画アップしてます。してますんで、その経過観察だけは見てください。すごい、私もさっきちらっとね、スマホ上で見せてもらったけど、いやすごいなと思って、僕の裸が見れるんでね。結構ね上半身も惜しげなく映ってたからね、だからすごい、そうそうそう、あこうやって良くなっていくんだとか、そうそうそう、こういう風な状態からこうなるんだっていうのが分かると思うんで、ぜひ見て、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、その動画はふざけてないのでね、はい、真面目な動画なのね、真面目な動画で。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。